時を遡ること、400数十年前。あ、なに？出陣じゃ！おー！この屋敷の、なんだっけ。奥側に、本畑があったと言われております。ここが、三の丸。上杉謙信の養子の一人である上杉景虎の屋敷があったとされる場所じゃ。ところで海月。お。あ、ちゃうな。いいのか。ここが我が景月屋敷跡である。鐘を鳴らす鐘楼の廓を。もし敵が攻めてきた際には吊り橋の重要な場所へのアクセスが良いというわけじゃな。ここは吊り橋を使って天守跡の西側に今も枯れることのない大井戸がある。なんだっけ、山城ができるかどうかは、ここがあったればこそ春日山城ができたと。ああ。ええー、悔しいな。水源があるかないかが、あーはーはー。春日山城は、できたんだよ。あー、もう、水源があるかないかで、あー、また変なこと言っとるな。山城まさに、命の水にござりまするな。ごめんねー。まさに命の水にごじゃりまするね。おー、そのまま、そのままね。はっ！まさに命の水にごじゃりまする。ちゃんと立て直してから喋れ。あーかん！笑ってま。よし！ 450 年も前から、おー、立ってから、待ってから、どこだそれより親方様。なんじゃ？ 450 年経っても、人枯れないってすごいね。あかん。あかん、ダメか？ダメか？ダメか？ちょっと、リンタして、リンタして、ちょっと待って、気合い入れて、気合い。ああ、大丈夫。なんでそんなにおかしいかね。450年経っても、枯れることがないって、すごいですなぁ。なんで今積もってんのか、自分からね、わかんないんです。ダメだな。いやぁ、ああ、かんかん、ああ、かん。さて、ここが本丸で、あ、ごめんなさい。まあまあいい。この春日山城は NG 集。越後の民と侍の方の信頼関係により、ね、惜しい、惜しい、この春日山城は民たちの手によって作られ、侍たちは、作られた城で、わぁ、やったた武士の方が信頼し合い、支え合ってきたから、このじゃあ、ずずがざめんのシュラムいけるかと思ったのに。いけるかな、安心しちゃったところで来たよ。ああ、はい、惜しい。進んでるよ。全然越後の民や武士の方の力が信頼を。言いやすいなあ、惜しいな、そこな。武士の方が信頼し合い、支え合ってきたからこそで。
この春日山城は、はい。どうも角度違うなと思ったな。知ることができないようになっておる。なるほど、じゃい。そうじゃい。この春日山城は民たちの手によって作られ、うん、侍たちは作られた民たちを、侍たちは作られた民たちを城で守る。うん、民たちを守る。あ、しむ。作られた城で、神は作ってない。神様が。侍たちは作られた闇、や、うん、城で、民、民たち。読んでてもできない。どうしよう。まさに上杉軍が戦国の世に名を轟かせ、うん、まさに、せ、上、まさに上杉軍が戦国の世に名を轟かせ、ちょっと待ってくれ。文章を轟かすことができたのは、轟かすことができたのも、越後の民と、越後の民が死んで。じゃあ、ちょ、言い換えようか。